こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。キャプテン翼2スーパーストライカー、ライブ配信始めていこうと思います。前回までで高校、全国高校サッカー編を終わりまして、今回からジャパンカップ編に突入です。いつも通り、Twitch で配信しております。Twitch アカウントフォローお願いいたします。 Please my Twitch アカウントフォロー Please and チャットコメント Please。 そして、この動画の配信 YouTube、 アーカイブを YouTube に、アップロードいたします。2日後13日21時頃にプレミア公開いたします。 YouTube でもぜひご覧ください。 YouTube チャンネル登録、動画の高評価をお願いいたします。This live archive upload my YouTube channel 2 days after premiere live. My YouTube channel, channel subscribed and good button, please. そして、旧 Twitter である X のアカウントを持っております。アカウントをフォロー、リポスト、いいねお願いいたします。Twitter X my account, please follow and repost and good button, please.はい、ということで、では始めていきましょう。まずジャパンカップ1回戦エースミラノ戦ですね。聞いてみましょう。ローマの鷹ランピオン。スピード力、シュート力ともにずば抜けていると言ってますね。スコアメモ。チームデータです。今回のジャパンカップはサンパウロのチームで、戦うことになります。翼くん、そしてプラトンくん、そしてやっぱり頼りになるバビントンくんがいます。キーパーレナートを置いときます。レベルはどうなってんでしょうね。プラトンくん13、あ、翼くんはなんと17までいってるやん。バビントンくんが14。これ基本的に日本版を引き継ぐんで、翼くんのレベルはあの日本全国総高校サッカー編の美咲くんを引き継ぐことになります。相当負け続けてきたからな。チェンジはできないよな。控え選手はいないからな。じゃあ行きましょう。お、また音が変わった。まどこ、お、バチスタ君つきましたね。パスカット行こう。反則だ。エースローマフリーキック。お、翼君ナイスインターセプト。翼君はなるべくガッツを使わないようにしましょう。いや、普通のパス、ジュークに渡す。
シュー君にボールが渡りました。翼君に戻しましょう。あ、プラトン君に渡っちゃったや。え、プラトン君フォワードか。じゃあ翼君とワンツー通りました。いいですね。今度は翼くんに、今度は翼くんがワンツーと言いつついらないな。いや、渡しとこう。ジュウくんがワンツーです。さあ翼くん、体勢がすごいいいし、ゴールこれは決めていきましょう。通常のオーバーヘッドキック、これだ。オーバーヘッドキック、見事に決まりました。幸先のいいスタートを切りましたね。ごめんなさい。はい、ということで幸先のいいスタートを切りましたところで、少しお待ちください。試合再開です。6番、いや戻ろう。ワンツーか。今日6番がパスキャッチ、結構前に行く、違う。翼くんがまたと思ったが、そんな甘くはない。何回も、なんでプラトン君今日弱まっただけ。バビントン君が今度はナイスパス。これダシ抜きに成功してますよ。いや、これゴール前まで来てるんで、もうちょっとドリブルして、私ジュークに渡しましょう。ジュークこれシュート、防がれるか。ジュウ君甘くはない。しかしバチスタ君が来る。もうボレーシュート、ランピオン君に渡った。あ、おっと裏をついた。これはタックルです。パスに行ったか、届かない。裏を抱えてしまった。戻らなければ。いや、待っただけ。ワンツーだ。敵の7番がいますね。ヘディングシュート、これはパンチング、こぼれ球。しかし敵に渡ってしまって、2回目、あれ間違ってキャッチに行ってしまった。あ、でも成功です。いいですね。おっと、ジュウ君もちろんこれはミッドフィルダーなんだ。バビントン君シュートしません。味
構えてる。シュートを待つ。ボレーシュート、防ぎやがったな。お、そこに待っていたのが翼くん。キーパーと1対1。ボレーシュート決まりました。では試合再開です。ローマのキックオフ。またワンツーか。翼くんすごいな。でもバチスタくんへ。一度バビントン君へ渡します。これワンツーだな。バチスタ君とワンツーです。ワンツーが見事に決まりました。田端君に渡すべきなのか。またバチスタ君へ。今度はバチスタ君がワンツーか。どっちとワンツーすりゃいいんだろう。翼君だな、むしろ。さあ今度はバチスタ君がゴールだが、これジュークに渡しましょう。あかん、ラウ君がカット。難しいな、これ取られるとやばいからな。リマ君へ。ですぐに引いてほしいからプラトン君へ。さあゴールへ近づいていく。これでセンタリングをする。ジュー君、バビントン君、翼君がいるが中間地点。ジュー君が反動した。構わずシュート。ジュー君ボレーシュート防ぎます。サンパウロコーナーキックになります。いつも通りショートコーナーで。さあこれ敵の8番が来たが、ここではシュートを打たない。嘘、捉えちゃった。石崎くんじゃないわ、アマラウくんです。かわされた。さあ防ぎに行きます。 しぶとく食い継ぐ。パスだった。遠かない。ワンツーかな。敵の11番に渡る。これシュート。パンチングで防ごうとする。オッケー。
だから敵にまた当たってしまう。レナト君倒れている。ちょっとやばいぞ。スルー攻撃、崩れている上にランピオン君がいる。なんと嘘だろ。でもランピオン君もスルー。嘘だろ。3番はボレーシュート。しかしもうこれパンチングで防ぎに行くしかない。決まってしまいました。いきましょう。試合再開です。アチッサ君へ。ジュー君へ渡しましょう。お、敵がこぼれ玉になってしまって相手に渡ってしまう。ボールが ランピオンズ君がワンツーでこれで一気に抜かれてしまう。ここでバチスタ君がこぼれ玉にしたが敵の11番に渡ってしまって、またスルー攻撃だが、ここはもうトラップですね。冷静にトラップ。前半終了です。試合再開。こちら側のキックオフです。浜田君からちょっと距離が足りないがバビントン君対応した。プラトン君へ。ダンピオン君が届かない。翼君へ渡しましょう。あーとこぼれ玉になってしまうがジュウ君が対応した。ここは反対サイドへ田浜田君に渡しましょう。弱っただけ。田浜田君が上がっていきます。さらにこれ、ジュウ君に渡しますか。これスルー攻撃したらどうなんだろう。まさこに渡ってくれるかな。反則だ。サンパウロペナルティーキック。
バミントン君に決めてもらいましょう。左隅。あと裏を書かれた。嘘でしょ。お、ドトール君がついた。タックル、反則を捉えてしまいます。まあ、ラビントクに渡さなきゃいいんだ。戻っていきます。ここでアマラウ君だから弱まっただけ。敵を4番に渡る。敵を4番がなぜかシュート、パンチングで防ごうとするが敵に渡ってしまう。またも止めに行かないと。オッケー、レアトクナイス。バビントクに渡ります。あ、チャンスじゃないですか。行きましょう。バビントク一気に近くまではバビントン君が。ジュー君頼む。と見せかけて翼君へ。取られてしまう。嘘でしょ。結構守備力が高いな。ですか。敵を3番がシュート。レナート君の防御が続きます。すぐジュー君へ。ジュー君シュート力弱いんかな。どうすんだ。翼くんだ。バビントン君へ。翼くんに渡しましょう。ガッツはまだまだ残っている。翼くん、これシュート決まりました。リードを広げる3対1になりました。さあ残りもう10分を切っているぞ。ランピオン君だ。もっと止めに行こう。プラト君が弱まっただけ。敵を7番に渡ってしまう。さあランピオン君だ。
貫通だ。弱まっただけだ。トトー君弱まっただけ。ダンピオン君絶好の体勢だ。レナート君飛び出す。クリア。レナート君ナイスボールを取りました。プラトン君へ。ワンツーかな。あ、ちょっとミスったかな。こぼれ玉になってしまうが、タハマタ君が渡します。2で10くんへ。これでゴール前に迫ります。玉田くんボレーシュート。当然パッチングをするでしょうが、リマくんが、リマくんダメだな。これプラトンくんへ渡るが、これはちょっと角度が悪い。10くん頼む。いや、ここはもう決めてもらおう。逃げられたか。これシュート対応するか。サンパウロコーナーキック。高俣くんでバビントンくんへコーナーです。もうほとんど時間ないですね。ジュー君頼む。敵の4番だが届かない。アディショナルタイム。さあジュー君3人に囲まれた。でも構わずシュートです。シュートするしかない。こぼれ玉になったが、ドトール君がナイスボールを取りまして、なんとローマのゴール空っぽ。速攻で決めたい。バチスタ君へ。届くかな。一度翼君へ。でもこれを決めずに、もうジュー君に決めさせてあげたいんだ。よし、防御がいない。ボレーシュー。どうだ、時間は。え、キーパーなんで復活してんだ。試合終了です。
翼くんはレベルアップしなかったけど、ごめんなさい。まあダシルバくんがいる。バビントンくんはレベル上がったんだよな。ナート君はまだか。レベル上がるその基準がはっきりしないよな。ドトール君もレベル上がったんだっけ、わからん。次はウルグアイ戦ですね。ビクトリーノ君、ダシルバ君の2枚看板ですね。では試合行きましょう。相手側のウルグアイからキャッチです。ここは無理しない、ゴールまで待つ。チュウ君が届かない。翼君が止めかかる。ダメだ、相手をパスを許す。バミントン届かない。ビクトリーの国渡ってしまう。ドトール君つきました。タックルだ、かわされた。ビクトリーの君のシュート、レナート君止められるか。止めた。だがまだピンチは続く。だがここ無理しない方がいいな。またビクトリーノ君だ。さあ、マラウ君、バチスタ君が続く。フォローかな、2人とも。さあ、ペナルティーラインです。気をつけないと。ボレーシュート。ダメだ。防御が全然働かない。ボレー球。ウルグアイ、コーナーキック。ビクトリーノ君に渡ってしまう。止めないと。ダッシルバ君もいるぞっていう感じですね。フォロー、ここスルー攻撃だった。レアント君とは遠かず、敵の7番に。これ出せんじゃない。こぼれ球になる。ウルグアイコーナーキックです。ピンチは続く。ダイレクトシュート。おー、しかしこれは防ぐ。だがまだピンチは続く。敵を6番に渡る。
ここはパスカット行こう。でもシュートなの？翼くんがナイス。翼くんがナイスカットです。どんどんドリブルで前進していきます。ジュウ君が目の前にいるんだけど、ジュウ君頼りないんだよな。でもジュウ君お願いします。シュート打ってみるか。敵をキーパー磨いている。こぼれ球になってしまうがコーナーキックになります。ジュウ君がちょっとセットプレーしてもらおうか。バビントン君へ。山田がさあ、バビントン君ゴール前、翼君へ。あ、消えたい。山田がボール取りましたが3人に囲まれているが、構わずここはシュートです。これシュート、あ、防がれた。あ、ダメだ。え、何やってんだ。ビクトリーノ君誰も追いつけないや。では行きましょう。今はパスか。田畑くん、ジュウくん、バビントンくんへ。どうだ、届くか。パス、バビントンくんゴール前。敵は4番決まった。カワーズシュート。相手キーパー強いかもね。バビントンくんヘディングシュート。あかん。しかしプラトンくんがついた。競り合いましょう。
翔くんボールを弾いて始め球はそこに翼くんがいた。もうこんなのオーバーヘッドキックですよ。これだ、オーバーヘッドキック。え、何これ、ボールが破裂したと書いている。のサーバーにカバーされてしまうな。またゴール前ですよ。クリアはするが、しかしユマくんがカット。いいですね。敵をキーパーバランスを崩していると言います。プラトくんへ、どうだ、パス通るか、通った。キーパーもいるが、ここはまあ翼くんへ。こぼれ球になってしまう。今度は翼くんだ、競り合います。翼くんボールを弾く。そこにバチスタくんが待っているが、敵は2人いる。あ、敵が渡ってしまう。ビクトリーの国渡ってしまった。厳しい。さあドトール君がつきます。もうタックルしかない。届かないか。ダッシルバ君へ。やばい、ゴール前までそのままスルーで。あ、でもシュート決めなかった。6番シュート、パンチング防ぎました。
がビクトリーの国に渡ってしまう。ビクトリーの国がセンタリングでザ・シルバ君へ。おっと、スルー攻撃。これがよくあるが、敵は7番が拾う。トラップする。止めに行く。シュートする。パンチングです。嘘、敵の7番に決められてしまいました。さあ、先生を許してしまいました。とにかく時間がない。ロスタイムのみ。バビントン君へ。ジュー君とワンツー。あっと、前半終了になってしまいました。プラトン君へ。ちょっと翼君のワンマンチームにならなきゃいけないかもしれない。ジュー君へ。ある程度前に出してもらいます。ドリブル。キャドとこでかわしました。再度10分へ。さあ、低いボールを切り、ボールを上げてキーパー来るが、これは構わずシュートです。これシュート。バビントクがねじ込んでゴール。決まりまして、同点に追いつきました。さあ、同点に追いついた。止めにかかる。うん、ダメだ。パスを許してしまう。ビクトリーの国に渡ってしまう。バチスタ君、スクータックル。ビクトリーの国に返されてしまう。
これで今くんが届かない、ダシルバくんに行く。だがスルー攻撃、スルー攻撃好きだな。敵を7番に渡る。さあさっきシュートを決めた敵の7番、油断できないが6番ですね。ここは代打ボレーシュート、バビントくんがナイスこぼれ球、ドトールくんに渡ります。ドトールくんディフェンダーだから良くないです。バチスタくんへ渡しましょう。で、バビントくんに渡して、ジュウ君がゴール前にいるが14番だが届かない。ジュウ君いい加減決めてくれ。ヘディングシュート、カッチングで捉えてしまうか。お、やまっただけ。ジュウ君決められないよなシュート。一人の子に渡ってしまう。ジュウ君決められない人はとにかく決められないよな。キング防ぎます。ビクトリーノ君これはやめとこう。マリーニ君へ、マリーニ君に渡ります。くんが465、翼くんかな。バビントくんへ渡しましょう。さあ敵の2番来ましたが、ここは突破してほしい。 OK、 バビントくんナイス、かわしました。さあ、翼くんがいつの間にかゴール前まで来てます。翼くんに渡しましょう。ドライブオーバーヘッド行きましょう。行くぞドライブオーバーヘッド、決まりました。鮮やかドライブオーバーヘッド。ジュウ君届かない。ビクトリーノ君に渡ってしまう。ビクトリーノ君に翼君がついた。1対1を対決だ。行くぞビクトリーノ、勝負だ翼。ナイス翼君、何翼君しっかりビクトリーノ君の勝負に勝ちましたが、ガッツが相当減ってるな。
さあ、誰だ敵の8番え嘘インターセプトされた強いビクトリーノ君なんとか防がないとタックルタックルシュート届かないダメだ強烈なシュートってあだが防ぎましたねパーマタ君に渡しましょうパーマタ君はまだガッツが残ってますね、ガッツはバビントン君はこれ翼君があんまり残ってずジュー君が結構残っているここでバビントン君へジュー君へ縦パス見余ったがここトラップするとどうなる取られるかジュー君本当にいいとこないですねありがとうございますビクトリーノ君に返されてしまう今度はバチスタ君だ際どいとこで返されてしまうさあ今度はアマラウ君パスカットかなだが届かない今度はプラントを組んだがそれも届かないダッシュルバックに渡ってしまう飛び出すしかないや活路はない吹っ飛ばされあダッシュルバックが吹っ飛ばされたのかでもファールにはならないですねさあ行きましょう変えないさあ時間がもうほとんどありませんさあビクトリーの国アーサッタがフォロービクトリーの国トラップが成功届かない今度はバチスタ君だが届かないダッシュルバ君だもう一回飛び出してみよう
ぼれ玉になったウルグアイコーナーキック。だが試合が終了、勝ちましたね、2連勝。さあ、多くの人がレベルアップしております。レナート君もレベルアップしましたね。ジュー君も翼君も。とにかくカルツ、メッツァ、カペロマ、カルツ、メッツァが中盤を抑えて、カペロマのサイドワインダーがゴールを奪う。そして若林くんです。シュートチャンスを逃がすな、ペナルティエアストからゴールを許さない。じゃあ近づいて1対1するしかないかもね。あと僕が14にレベルアップ、翼くん18、ジュークもレベルアップ、バビントン君15、レナート君もレベルが上がりましたね。これで試合を始めていきましょう。お、若林くんだ。さあ、ついにこの時は来たな。相手のキックからです。さあ今度は田畑くんがタックル行きましょう。こぼれ玉になったバビントンがキープ。ジュー君へ。ジュー君何が優れてんだ。ちょっと待ってくださいね。ジュー君サンパフラのエースストライカーだそうですよ。嘘でしょ。バビントン君の方が絶対いいと思うんだか。
ドライブシュート、ゴール前とにかく行きましょう。さあこれはもう、ドリブルでかわします。さあ若林君との1対1、早くもどうすればいいんだ。ちなみにパスだと柊君が待っている。柊君ヘディングシュート、若林君簡単に取ってしまいます。とにかくパスカットだ。ボールをクリアです。しかしリマ君ナイスカット。リマ君が要所要所でいい仕事をしてますね。プラトン君へ、敵の3番届かない。プラトン君今どこにいるんだ。翼くんへ渡しましょう。翼くんしかチャンスないよね。ドライブオーバーヘッドだ。どうだ 若林くん、ドライブオーバーヘッド、吹っ飛ばされた。決まりました、先制です。さあドライブオーバーヘッドが鮮やかに決まりました。サンパウロ先制です。ここは無理しないでカルツ君つきまといます。カルツ君にジュー君がつく。タックル、あ裏をかかれた。ワンツーで前へ出されてゴール前へ、これシュート。レナト君対応はできる。リマ君がナイスカバー。リマ君が本当要所要所でいいシーンを出しますね。これはもう出ていくしかないと思う。こぼれ玉になるの意外と強いかもしれない。こっちのリマ君へ弾かれた。さあ今度はマリーニ君、敵の8番が来る。バビントン君へ渡しましょう。これ生なるか、そんなアホな。あサンパウロゴールが空っぽになってしまった。なんとしても防ぐしかない。シュート、バチスタ君ナイスカット。いや
や、守備が守りますね。バチスタ君じゃない、バビントン君へ。一度ジュー君へ渡しますか。スパサ君が近くにいます。待ったか、これシュート、これ止められるんじゃないの。いや、こぼれ玉で、お、ここにジュウ君が待っていた。若林君が来るが、こうまともな勝負避けた方がいいな。翼君へ託します。ジュウ君決められないなら翼君に託すしかないでしょう。お、若林君倒れている。これシュート、あ、しかし若林くん防いでしまう。今度はバチスタくんだ。若林くん倒れているぞ。決めよう。これシュート、だが若林くん今度は鉄壁。今度はバミントンくんだ。逃げられている。倒れているのは治れたな。決まりました。バビントン君強い、やっぱり。いい展開ですね、これは。行きましょう、試合再開です。ザクワンツーリターン、今日11番に渡る。バチスタ君届かない。メッツァ君がまたワンツーか。いや、待っただけ。さあ、敵を11番に渡ってしまいます。フォローかな。ヘディングシュート、パンチングで防ぎます。さあ、マリーニ君、これはトラップです。
藤田君へ。さあ相手はもうついていけませんからね。ここは思い切って田畑君へ渡しましょう。4番に取られてしまう。そんなバカな。スカットでしとこうか。あれ？スカット。あ、届かない。今度はバチスタ君だが届かない。メッツァ君に渡ってしまう。何これ、メッツァー君のトップスピンカス。え、何これ、カペロマン君に渡る。カペロマン君サイドワインダー、ダメだ、誰も防げない。え、何これ。あ、だがまだピンチは続く。これシュート、防ぎます。トラップですね、これ落ち着いて。で、プラトン君、プラトン君渡っていきます。翼君がゴール前へ。なんか美馬君が相当前へ出すな。リバ君で、ここを翼君へ。やっぱり翼君なんだよな、最後は。これシュート、若々しく防がれますが、マリーニ君が勝った。バビントン君へ。バビントン君はこれは動き合わせるが、これ無理だ。ジュー君頼む。構わずシュート、こぼれ球になってしまうが、ここに田浜田君がさらにいた。お、チャンス、決めよう。ヘディングシュート、決まりました。3対0、大きなリードを奪いました。
あ、これは大きなシュートですね。若林君、姿を消してしまいます。ホイッスル、前半終了です。特にやることはないんで試合再開です。さあ、今度はこちらのボールですね。パピントくんがパスキャッチ、さらに田畑くんへ。田畑くん、さっきシュートを決めました。敵の2番来た。まあ、ここはジュウ君へ渡しましょう。あー、くそ、こぼれ球しやがったか。だがドトール君がフォローしております。パビント君へ縦パスを。カルツ君に取られてしまう。こぼれ球にする。だがメッツァー君に取られてしまう。メッツァー君にバチスタ君が勝負。届かない。プラト君も届かない。トップスピンパス、クペロマ君に渡ってしまう。防ぎに行く。リマ君がタックルしかないな、これ。クペロマ君にかわされてしまう。カルツ君に渡る。ワンツーリターン。ド登録勢い弱まったが、バビント君弱まったが、だがカルツ君に渡ってしまう。カルツ君シュート。当然レナート君防ぎに行きます。レナート君、ま、この試合まだゴールを許しておりません。守りも強いよな。リマ君だけじゃなくてみんな強い。ピント君が出そうか。通りました。田畑君へ。これスルーするとどうなるの？取るのかな？スルー攻撃。翼くんに渡ります。バランス崩している。これだ。オーバーヘッドキック。こぼれ球になってしまうが、また君へ、ショートコーナーへ。リマ君から、さらにバビントン君へ。メッ
めるため翼くんへ、メタくんにクリアされてしまうがマリーニくんがカット。ここはタマタくんへ縦パス、こぼれ玉になってしまう。だがサンパウロスローイン、マリーニくんに普通に渡す。バチスタくんが良さそうだ。あとカルツくんに取られてしまうのか。これ取るんか、甘くはない。バビートくんがすぐ、でもこれパスの可能性もあるよな。どけ、今の私近づけにゃ。ハリネズミドリブルってなんだよ。マッツーです。でどうするか。時計、またハリネズミドリブルだ。バチスタフ吹っ飛ばされた。プラトくんも吹っ飛ばされた。やばい、防ぐしかない。カルツくんの大前進。後半もまだ8分ですね。どうするか。まともに勝負しない方がいいと思う。タックル行こう。またかよ。ドトールくんも吹っ飛ばされた。だからカルツくんの勢い弱まったってなんだ。カルツくんシュート打つかな。打ちますね。あー決まってしまった。シュート決まってしまったか。バチスタ君へ。フォーメーションが結構強いな。ジュー君へ。これ玉になってしまうが、アマラウ君がフォロー。うまくフォローしてくれるよね。ロマン君届かない。プラト君にキャッチ。翼君へ
翼くんがガッツ残ってるから、ちょっと翼くんに託すか。あ、そうだな、翼くん貸した、やろうあれを、ドライブシュートを打つんだ。いけドライブシュート、敵を3番届かない、どうだ若林くん、うわ若林くん防がれた、さすがナイスキーパーです。さあ残りの試合もあと少ないですからね。山田くんかな、ショートコーナーであっという間に時間がなくなってしまいます。前半の貯金が大きかったよな。さあバビントンくんへ、さあバビントンくんどうするか、ジュウくんへパスです。さあ敵を4番届かない、敵を5番は届かない、さあジュウ君最後決めてくれ、翼君へ、何やそれ、あ翼君見ないな、結局翼君頼りだよな。これシュート、どうだ、こぼれ玉になる、またコーナーキック、攻撃は続きます。プラトン君へ、あ試合終了、やりました、ハンブルガー悔しい、早くも決勝戦進出です。お、バチスタ君、タハマタ君、バビントン君がレベルアップとなります。なんと相手は全日本、ピント君が16に上がった、ジュウ君も14、トトロ君、アマラウ君、マリーニ君、リマ君、レラント君もですね、まず、3試合終わりましたので、今回は、ここまでにしたいと思います。次回が
全日本ですね。これは強いよな。みんな多分ヒューガ君をはじめ必殺技を持ってると思うんで、しかも多分美咲君も石崎君も敵になると思うん で三角跳びを若島津君いるだろう。次回は勝つのは多分すぐに勝つのは無理だと思いますんで、これ負けたらハンブルグに戻されるのかな。どうなんだろう。戻されるのか再戦になるのか。再戦になると相当多分全日本なんで苦しいかと思います。3連勝して、全日本へ、全日本戦へと、上がっていきました。次回、全日本戦果たしてどこまでサンパウロは食い下がることができるのでしょうか。はい、次回を、ジャパンカップ編、次回をお楽しみに。今回ツイッチで配信を行いました。ツイッチアカウントフォロー、ぜひお願いいたします。 Please my ツイッチアカウントフォロー Please、はい、YouTube でこの動画のアーカイブ YouTube にアップロードいたします。2日後、13日21時プレミア公開予定です。ぜひ見てください。 YouTube チャンネル登録高評価お願いいたします。 This live archive my YouTube channel 2 days after プレミアライブ my YouTube channel チャンネルサブスクライブド&グッドボタンプリーズ。
旧ツイッターである X のアカウントを持っております。アカウントのフォロー、リポスト、いいねお願いいたします。ツイッター X、プリーズマイアカウント、フォロー&リポスト&グッドボタンプリーズ。キャプテン翼2スーパーストライカーをお届けいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。